ジアーナは、ロシア帝国海軍のジアーナ級防護巡洋艦。日露戦争に出撃し、1904年8月10日に公開海,海戦に参加した後、第一次世界大戦中においては、バルチック艦隊に所属した。ジアーナ級防護巡洋艦は、極東でのロシアの存在感を強化することを目的として建造された。ロシアのサンクトペテルブルクにあるアドミラルティゾー戦所で、 建造され、1899年10月12日に浸水、1901年12月23日に収益した。1901年後半に収益した直後、ジアーナとパルラーダは、旅順を拠点とするロシア太平洋艦隊に配属された。両艦は1902年10月17日に、クロンシュタットを出港したが、悪天候や設備の故障。 予想よりも多くの石炭を消費したことにより、旅順までの航海には多くの混乱が伴った。1903年4月8日に長崎を経由し、コリュベットと合流した後、4月24日に旅順に到着した。1904年2月9日の朝、大日本帝国海軍の出羽重げ島が指揮する巡洋艦船隊による旅順への攻撃が行われた際、ジアーナは、 戦隊機水戦付近に損傷を負うが、数日で修理された。第二本帝国海軍の巡洋艦に対し、152mm 砲、および 100mm 砲による砲撃を8度行った。1904年4月13日、スティパン・マカロフが上艦する機関ペトロパブロフスクが、機雷による爆発で沈没した際、ジアーナは、機関のすぐ後ろを航行しており、生存者の救助を支援した。 6月23日、ビリゲリムビトゲフトの指揮下で、ジアーナは日本海軍による旅順封鎖の突破を試みる。戦闘は8月10日まで続き、公開海,海戦は発生した。ジアーナが所属した巡洋艦船隊は、戦列の最後尾にあり大きな被害を免れたが、ロシア艦隊が旅順に後退するのを支援する際に、数度の攻撃を受け、10人の乗員が死亡。 11人が負傷した。ロシアの巡洋艦船隊は、ニコライ・レイチェンシュテーン指揮下にて、ウラジオストクでロシア軍と合流すべく、日本海軍の戦線を突破しようとした。しかし、アレクサンダー・リーベン隊は、ウラジオストクへ向かう選択について、レーツェンシュテン提督と意見が一致せず、石炭の供給が不十分であったことを理由に、戦力が薄い南に向かって航行した。 旅順への祈祷が不可能となったため、ジアーナはハイフォンを経由して、フランス領インドシナのサイゴンへと向かい、フランス当局によって抑留された。第一次世界大戦の開戦とともに、ジアーナはバルチック艦隊の第二師団に配属され、1916年と1917年にリガワンの戦いに参加した。1917年3月3日、 ジアーナの乗組員は2月革命に加わった。1917年10月、バルト海にて、ドイツ帝国軍との戦闘に参加した。1917年11月、病院船として配備され、1918年1月に、ヘルシンキからクローンシュタットに移動した後、1918年5月に、武装解除された。1922年7月1日、 ジアーナの戦隊は廃止、ドイツに栄光され、1922年後半にブレーメンで解体された。しかし、ジアーナは1925年11月21日まで軍艦席から正式に除籍されなかった。ありがとうございます。